沢田カレリを確認するため、今一度ウェイスト日本支局に来てもらう。妻の死からほんの数日しか経っていない。混乱の中、地球の子を要する組織に息子と記憶を奪われかけた。その直後、その人たちに連れられ、地球の子、こんなところにいる。我々が経営しているカフェ&バーだ。ここを通らずに基地へはいけない。従業員は全て職員、高級感を出して、芸能人、会社重役、政府関係者など、秘密の一つや二つ持っている方々が好む店にした。ここでは探らないし、探られない。暗黙のルールが我々の存在も隠す。対面とか、確認とか、それって、遺体に使う言葉だ。受け入れないといけないのか、カレリさんが死んだことを。違う。え？あの子は今極めて特殊な状態にある。間もなく接近します。お、はっ、あれが沢田カレリだ。彼女は破壊した小惑星の破片と一体化し、地球を周回している。ただし、生きているという確証はない。宇宙では未知の現象が日々観測される。小惑星内の地球にはない元素、爆発による衝撃、宇宙船、未証明の物理法則、地球の子という未知の生物、まとっていた特殊スーツと特殊マスク、あれは様々な要因が複雑に絡み合いできた何かだ。でも間違いない、カレリさんだ。お母さんだよ、守る。カレリさん、なんだ今の。スペースデブリ。かつて人工衛星やロケットだった大小数億の金属の塵やくた、今も増え続け、地球の周りを時速約2万キロで飛び回っている。地球の周りは銃弾の嵐だ。そんな危険なところにいつまでも。早く助けてあげないと。行けるものならもう行っている。だが無理だ。ゴミの嵐に耐え、高速で飛ぶ物体を回収する技術は今の地球上には存在しない。え？なら開発すれば記憶消す装置作れるし。無理です。本部が許可しませんでした。我々の目的は地球の子と連携し危機を除去すること。守君を早急に育成し、来るべき脅威に備えよう。気の毒だが尊い犠牲だったとの通達です。見捨てるのか、あんな暗くて寒くて怖いところに一人ぼっちで。ダメだろそんなの。地球を守った人だぞ。俺の、守の誰よりも大切な人なんだ。地球さえ救えれば誰が地獄に落ちてもいいのか。二人で願ったんだ。どこに行ってもカレリさんは必ず生きて俺のところに帰ってくるって。カレリさんは死んでない、生きているんだ。俺にできることはないのか。だから君を連れてきた。再び大型デブリ接近中、10秒後衝突。どこに当たる。頭部です。なんとかならないのか。カレリさんが何にもできないのか。なあカレリさん、カレリさん。なんか不自然な動きでゴミが避けた。致命傷レベルの物体にだけ念動力が発動している。おそらく無意識の防衛本能。防衛本能。それって本部の言い分はこうだ。死人かもしれないものを回収する金は出せない。次のヒーローをさっさと使えるようにしろ。ふざけるなよ。全人類の恩人にすべきことは黙殺ではない、恩返しだ。だが逆に言えば、彼女が生きていて守を立派に育てれば文句はないわけだ。日本支局全職員に通達。日本支局長片桐マッケンジー・ユーマの権限により、この現象をもって沢田カレリ生存と判断。我々は彼女の救出を最優先とする。1秒でも早く地獄から連れて帰る。大急ぎで回収技術の開発を。
復元方法も同時に探す。全く見当もつかないが、必ず見つけ出すぞ。君の最愛の人はな、沢田礼介君。日本支局にとっても家族なんだ。本部に必ず全面協力させてやる。そのためにもう一方もやり遂げる。それが君を連れてきた理由だ。君は豪語したな。何も諦めなくていいくらい強く育てると。最強のヒーローを育てるのは俺だと。先ほど思い知らされた。地球の子に最も必要なのは親になると覚悟した君だ。超能力の強さは重要ではない。問題はそれを扱う精神。善悪自造は心が決める。身体面は我々の専門だが、精神を立派に育てるのに君以上の適任はいない。あの子は地獄で諦めていない。我々も何一つ諦めない。君も何も諦めたくないというのなら、我々と共に史上最強の地球の子を育ててくれ。この気持ちは一体何だ。カレリさんを一度失ったこと、マモルの過酷な運命、再会できたカレリさんの置かれた状況、無力な俺、次々襲いかかる絶望の重圧に潰されそうだった。俺は一般人だから何も知らない。カレリさんの土産話にしか出てこないものを簡単には信用できない。だけど今は馬の骨には荷が重すぎるこの現実を前にして、不思議と勇気が湧いてくる。俺の願いは最初から変わらない。3人揃って幸せになれるならやってやる。っていうか支局長トップ、そうだが、すみませんでした。役職聞いて態度変えるな。その瞬間のことは今でもはっきり覚えてる。体の中が温かいものに満たされて分かってきた。いつもそばにいるこの人が。疲れたか、もう帰ろうな。お父さんだって。育児本が役に立たない。ヒーローの育て方なんて書いてるわけないよな。子供の数だけ正解がある。あ、こんなすごい子どうする。積むの早すぎ。落ち着け俺。ウェイストの研究では、地球の子と地球の危機には因果関係があり、自身の存亡の危機を察知した地球がそれに対抗するため胎児に力を与えるように見えるらしい。データを持つ彼らにとっても、守るの存在は前代未聞だそうだ。でも確実なのは、守るもいずれカレリさんと同じく地球の危機と対峙する。それは命と引き換えかもしれない。それはダメだ。絶対にカレリさんと同じ運命にはしない。でもどうすれば、通行人 A の俺に何ができる。最強ヒーローなんてどうやって。どう思うカレリさん。お、時間だ。マモル、外行くか。お母さんが通るぞ。わかるか、あの一番明るい星の下でちょっと動いてる星。わからんか。カレリさん、現状をポジティブに捉えるとさ、君と俺、二人の願いが叶ってるから、まだ生きて帰る可能性が残ってるってことだよね。だから明日も君の無事を願うよ。守と俺は明日も元気に君を待つよ。そうだ、家族写真撮ろう。カレリさんが帰ってきた時、守の成長を見せるために同じ構図で毎日撮るぞ。いつかこれが普通の人間が三人並んだ写真になるまで。普通の人間。そうか、お前を普通の子として育てよう。素直で平凡で、この世界を悲観しない。
普通に人を、家族を愛し、自分を愛する優しい一般人の心を持ったヒーローになろうな。お、いい返事だ。絶対分かってないだろ。もちろん分からない。帰るか。だけどこれから知ることになる。母が何者か、父がどれほど門外漢か、僕が何者か、地球の子、ウェイストの大人たち、そして父が母と僕の運命にどれほど必死に食らいついてきたかを。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。